クイーン・エリザベス・ホールとパーセルルームへの入り口。2008年撮影。パーセルルームは、ロンドン中心部の代表的文化施設の一つ、サウスバンク・センターの一部を成して、名称は17世紀イングランドの作曲家、ヘンリー・パーセルにちなんで命名されたものであり、収容定員は370席である。パーセルルームは、室内学、ジャズ、パントマイム、 詩の朗読など、幅広く様々な種類のリサイタルに使用されている。入場ロビーは、クイーンエリザベスホールと共通で、ロイヤルフェスティバル、ホールのテムズ川沿いの上部テラスからが入りやすくなっている。サウスバンクセンターを構成する3施設の中では、最も小規模である。他の2施設のうちロイヤルフェスティバルホールは大規模なシンフォニーホールであり、権威は、オーケストラや、室内学、 現代のアンプを使う、類の音楽などで使用されている。パーセルルームは、K と同時に建設され、いずれも1967年に開場した。入場ロビーは共有しており、ブルータリズム建築の特徴を持っている。建物の重点は内部に置かれており、外見の装飾はほとんど考慮されていない。外から見ると、サウスバンクセンターのどこにあるのかも春別するのは、 容易ではない。ケイとパーセルルームは、ヘイワードギャラリーとともに、サウスバンクセンターの芸術文化施設組への追加として、グレーターロンドンカウンシル建設局長、ヒューバート・ベネットが、ジャック・ホイットル、カイジンウエスト、ジョフリー・ホース・ホールらと共に設計した。パーセルルームは、ケイのホールとザ・ヘイワードの間に、ウォータールー橋と平行に立っており、北西の端にあたるステージ裏は、 ケイのホールの側面に接している。パーセルルームのホールは、片持ち両上に中央の通路の上に張り出しており、奥のファサードはザヘワードの入り口に面している。ホールには、ヘルムホルツリゾネーターが装置されており、ケイと共有されている入場ロビーの建物からの通路には、代々的に彫刻が施されたコンクリートの縁取りがあり、 上部にかかる通路橋に近い座平はアードへの入り口の外側からも見ることができる。出演者用の出入り口はパーセルルームとケイのホールの間の地上階にある。パーセルルームにおける換気装置の処理は、この種の設備を建物外に目立つ形で配置する初期の事例である。このアイデアは、後に1970年代から1980年代に、 かけて、パリのポンピドゥセンターやロンドンのロイズビルディングなどにおいて最盛期を迎えた。建物の屋根は、ホールとは、独立して指示されており、ケイトパーセルルームの機械室を収めている。機械室から出ている3本の大きな排気管は、ザヘイワードの入り口に近い歩道のずっと髪型や、ウォータールー端側の屋根の北端の角に配置されている。機械室から伸びる、 大きなコンクリート製のダクトは一方では下に位置する入り口ロビーの建物へと謎めいたコンクリートの塔を通って伸びており他方ではケイのホールへと水平に伸びている。ありがとうございます。